サリアは、スペインガリシア州、ルーゴ県のムニシピオ。コマルカでサリアに属し、どうコマルカの中心自治体である。ガリシア統計局によれば、2010年の人口は13,611人で、同県で5番目の人口を有する。住民故障は、セルオ、や。面積は184.6キロ平方メートル。自治体内を、サンティアゴ巡礼路が通っている。 ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は96.57%。サリアは、ル流ゴー県の中南部に位置し、コマルカでサリアに属する。北はオパラ元、北から東にかけては、ランカラと、東はサモスと、南はオインシオと、西はパラゲーラの各自治体と隣接。自治体の中心地区は、サリア教区のサリア地区。サリア司法管轄区に属し、 同管家区の中心自治体である。住民は50の教区の241の集落に居住している。自治体市長はガリシア国民党のホセアントーニオガルシーア・ロッペス。自治体表議員はガリシア国民党9ガリシア社会党 5IG2 ガリシア民族主義ブロック1となっている。サリアは50の教区に分けられる。ふとは自治体中心地区のある教区。 ありがとうございます。